皆さん、こんにちは。池さんです。僕たちはこのリゾートマンションに住んでいます。このリゾートマンションを使った2拠点生活にかかるマンションの契約時のコスト、それから水道光熱費といった生活コストの部分、実際にかかるお金の部分っていうのを皆さんに全部暴露してみたいと思います。まずですね、特徴的なのは、この湯沢町は短期賃貸借契約って言って、 通常の2年間よりもぐっと短い4ヶ月間だけでお部屋を借りれる契約方法があります。我が家はその4ヶ月間の短期賃貸借契約っていうのを使って契約しているので、その辺のコストからね、全部皆さんに暴露しちゃいたいと思います。では行きましょう。まずね、リゾートマンションを契約する際のイニシャルコストですね。これ、短期賃貸借契約の場合、4ヶ月間の家賃、 敷金、礼金といったね、かかる部分はね、最初に一括で支払いをしますので注意してください。まずですね、えー、僕の部屋の場合は 1DK の部屋で、家賃が6万円の部屋に住んでます。なので、敷、えー、金6万円、それから礼金6万円で合わせて12万円かかります。プラス、家賃が6万円、これに1100円の水道基本料が含まれますので、 えー、4ヶ月分4400円24万4400円が家賃とそれから水道基本料金としてかかります。これにですね、えー、保険料ですね保険料9500円かかります、これは1年分一括支払いなので、えー、契約が終わった後の差額分というのは後から返金されると思っていてくださいでプラス仲介手数料、だい,たいまあ1ヶ月分ですので6万円。 ということで、まずマンションを契約する場合ね短期、短期契約でのイニシャルコストの部分っていうのが合計で43万3900円かかります。覚えておいてください。ではですね、ここから1ヶ月にかかる光熱費っていうのを割り出しました。今ですね、3月の中旬ぐらいですので、2月いっぱいまでの光熱費っていうのの請求が来てるんですね。なので、それをきっちりと日割りして、30日で計算した場合の光熱費、 っていうののを出しまししまままたのでで皆さんにご紹介します、ま、ずですずね僕のマンションはガスの給湯器それからガス暖房の部屋なのでガス料金というのがかかりますこれがですね算出したところ1ヶ月平均で約1万3000円かかりましたこれはですね昨年度に比べると、えー、大幅にね安くなってます5000円から6000円ぐらいね安くなったんですけど理由は昨年度は、えー、在宅で お仕事をしてたので一、まあ、日中ガス暖房をつけたんですねところが今年はコワーキングスペースを使っているので昼間の間は一切暖房を使ってないということがありまして昨年よりもぐっとガス代っていうのは抑えることができました次に電気料金これも1か月に換算すると大体平均1万9000円だったんですねこれはですね実は昨年度よりも 大幅に、えー、コストアップしてますこれ理由はですねまず部屋に、えー、最初からですね電気カーペットとそれからデロンギのオイルヒーターが、ね、あったんですねなので、えー、ガス暖房と併用していつもやっぱり、えー、電気カーペットも使っていましたそれとですね僕たちのお部屋はちょっと昨年よりも狭いお部屋を借り,借りたんですねなので洗濯物を部屋干しするスペースがなかったので 実はこのデロンギのオイルヒーターを使って、えー、ユニットバスを乾燥室にして毎日毎日毎日洗濯物を乾燥させるのにこのオイルヒーターを使っていましたほぼ毎日ですねなのでね去年よりも大幅にコストアップしてしまいましたこれも一つまあ参考として覚えておいてくださいでこれに水道料金です水道料金はね僕の あの、マンションの場合、契約完了後に一括して請求が来るので、まだわからないんですね、正確な数字が。なので、去年の平均値から算出すると、だいたい1ヶ月の水道料金、たったの1000円ぐらいです。これ、理由は、私たち、毎日大浴場使っているので、お部屋のお風呂、シャワー、一回も使わないんですね。なんでね、水道費はね、 ぐっと抑えられてるかなと思います。これをだから一つのメリットですね。大浴場があるマンションだと、水道代がね、全然かからないっていうのもね、一つ、えー、リゾマンのメリットかもしれません。というわけで、1ヶ月の平均光熱費が3万3000円ですね。ちなみに、ご近所のリゾマンに住むお宅、そちらはですね、完全にリフォームして、最新式のオール電化に入れ替えてるそうなんですね。 でそちらのご家庭に来たところだいたい1ヶ月の電気代の平均25,000万円だそうですなので僕の部屋よりも約8000円ぐらいかな安く済むみたいですねなので、えー、とリゾートマンションを検討される際はやっぱり 何を使っているか暖房に。電気、ガス、それから灯油。どれを使っているかで、大きく毎月かかる暖房、光熱費っていうのが変わると思いますので、その辺もよく調べてからお部屋を選んでみるといいかもしれないです。で、プラスですね、僕たち家族のように、まあ、毎週のようにスキーに行ったりとかする家庭の場合、まあ、ガソリン代っていうのもかかるので、これも一つご紹介すると、大体いいですね、毎日家から 約5キロ先のコワーキングスペースに通うのにも車を使います。プラス週末、ほぼ毎週、どっかしらのスキー場に滑りに行くっていう過程だと想定した場合、1か月のガソリン代平均3万円でした。ただし、これは我が家が使っているハイエースの 4WD ですね。ガソリンです。これで算出した場合なので、もっとね、今時のあの低燃費の車とか乗っていると、全然ここは抑えられるんじゃないかなと思いますが、まあ大体これぐらい。 かかりましたという報告ですということは光熱費と1ヶ月のガソリン代を合わせるとだいたいランニングでかかるコストが6万3 0円ぐらいですねプラこれがまあ3ヶ月間になるので合計で18万千円、ま0 0円19万円ぐらいは、えー、暖房光熱費それからガソリン代っていうところで必要になってくるコストになるかと思います まあこれにイニシャルですね、最初の不動産屋さんとの契約費っていうのをプラスすると全体でかかる総費用っていうのが62万2900円という風な数字が出ました。するとまあや、だいたい1ヶ月20万ちょっとぐらいかかるっていう計算になるので、まあこれをここにかかる最低限の生活費の目安として参考にしてもらえるといいかなと思います。 で、これにプラスですね、日常の食費、まあ、我が家の場合4人家族ですね、で、まあ、そこそこかかります、それから娯楽費ですね、いわゆるリフト代だとか食事代だとか、それから温泉代だとかね、我が家の場合はかかります、それにプラス高速道路、高速代ですね、それから日常雑費っていって、まあ、いわゆるホームセンターとかで買うような、必要になるようなものでしょうか。 それから、えー、子供たちは小学校通ってますので給食費とかそれから教材費みたいなところがいくらかかかるかと思いますこの辺がですね毎月の生活にプラスかかるコストだと思いますのでそれぞれのご家庭である程度算出できるんじゃないかなと思いますでですね大切なのは私たちは2拠点生活をしてるんですねなのでプラスもう1個千葉に持ってるお家の ローンの支払いとかそれから向こうもガス水道電気といったね光熱費まあ基本料金とちょびっとぐらいになるんですけどほとんど使ってないのでこれもかかりますので合わせて毎月かかるコストってていいうのは増えてしまいますなので、まあ、家族で雪国に拠点生活楽しそうだなっていう部分しか ご紹介してませんけども、実は裏側にはこういった必要なコストがかかるということも覚えておいてもらえればと思います。この辺をきっちりと収入として作ることができれば、そしてお仕事がこうやってリモートしても働けるようなお仕事をされているのであれば、私たちの家族のような雪国で冬だけ短期移住しながら二拠点生活をするなんていうのも実現できるかと思います。今回は実際にこの 二拠点生活にかかるコストの部分ね全部暴露してみました是非ですね湯沢で2拠点生活を検討されている方がいらっしゃいましたらそんな皆さんに少しでも参考になれば幸いかなと思ってますというわけでまた次回の動画も是非ご覧ください今日はここまでバイ